広島県で震度4、津波の心配なし、M4.3。2021年8月2日月曜日9時37分頃に広島県で最大震度4を観測する地震がありました。震源地、島根県東部、マグニチュード、4.3 震源の深さ、約 10km。この地震による津波の心配はありません。島根県東部を震源とする震度4以上の地震は2011年6月4日以来、10年ぶりです。防災科学技術研究所の速報解析によると、地震のメカニズムは横ずれ型とみられます。ウェザーニュースより引用記事。先週は、京都南部、徳島県東部などで地震が発生しました。また、日本各地でも地震が発生いたしました。地震は予測不可能な自然災害ですので、日頃から防災意識を持って性自然災害は、避難生活がとても大変でそのストレスなどが被災者をより一層苦しめます。その代表的な問題がトイレなどの衛生問題です。バイオ工学博士の高島博士は、微生物と酵素の力で汚染水を完全に分解してしまう永久循環トイレを、発明し運用に成功いたしました。分解されてできた水は、飲用することもでき、当然シャワーなどの入浴にも使えることが実証されています。日本中のどこにでも存在する活断層がいつ大地震を引き起こすのかもわからない日本列島では、被災後のそういった問題に備えておく必要があると思われます。近年、大雨などの大きな災害が毎年のように起こっています。政府や自治体が防災の準備を整えていく中で、被災後の準備も整えていかねばなりません。EMBC 複合発光バイオ工学の第一人者である高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学の研究の中で、この永久循環トイレを完成させました。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然にすべての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、
チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。